Gy, 16今回の「リベレーションズ」で一番我々が意識したところというのは。 このタイトルはホラーであると,いうと,ころですとにかく怖いサバイバルしなければいけないホラーを感じさせなければいけないというところをですね、えー、非常に意識してゲームデザインをしてきましたリベレーションズでは操作タイプを ABC と3種類用意しています。 ですけれどもです、ね、拡張スライドパッドを装着することにより新たな操作タイプ D というのが現れますこちらですね拡張スライドパッドで遊ぶことを前提にチューニングしていますので FPS のゲームなどを遊ばれている方にはですねより自然に遊んでいただける操作性が、えー、提供できるようになっていると思います両方にスライドパッドがついていますので 左のスライドパッドで移動右のスライドパッドで視点変化であるとかエイミングを行うそして右手のここをですね ZL ですか ZL で構えて ZR で打つのような形で非常にですね FPS ライクな操作性が実現できたと思っています。今回我々開発はです、ねえっと、様々な人に 対してフィットするいろいろなセッティングっていうのを用意しているつもりでいますので、えー、そういうふうに FPS で遊び慣れている方には是非拡張スライドパッドと一緒に遊んでいただきたいと思っていますしクラシカルなバイオハザードをずっと遊んできた方にはタイプ A であるとかっていうふうな形で最適なセッティングを見つけて遊んでいただければなと思っています。まずゲームの中でパズルがあるとというところは、まあ ユーザーさんにとってですね、えこれが違和感なくそこのところに存在するっていうのがまず大事なんですね。突然いきなりパズルだけ出されてもですね、やはりそれは納得してもらえないかったりとかしますので、まずそういう納得性というかですね、必然性というのを我々は計算してそこにパズルを置いています。またですね、全体のゲームの流れの中でいくと、アクションの要素であり、ホラーの要素であり、パズルの要素というのがえっとバランスよく配置。 されていることに非常に心を砕いているというかですね計算してそれぞれを配置しています